おはようございます西田渉です、えー、7月8日金曜日というところでいかがお過ごしでしょうか、今日はね比較的過ごしやすいかな、曇りって感じですけれども、えー、皆様のはいかがな気候でしょうかというところで、今日なんですけれども、写真上達法。 というところで、まあ、いろんな写真上達法は、ね、皆様に解説してるんですけれども、その中でも結構重要なことの一つであります。走りながら考えようっていうね。えーえー、というところで、えー、皆様に解説しようかなと思っています。走りながら考える。これどういうことかと言いますと、えー、と何かをやる前に考えるのではなく、まず行動してから、えー、行動してそこのリアクションを経て考えるということですね。まあ、分かりやすい実例で言いますと、今僕は、えー、とモノクロの写真にトライしております。 いろいろとね先を見据えたプロジェクトではあるんですけれどもとはいえやっぱりこの自分のモノクロ作品っていうものがないとプロジェクトって歌ったとしてもえ作品がないことにはソフトがないとハードがあっても意味がないですよねっていうところでそのソフトの部分であるモノクロの写真のクオリティといいますか作品をどういうふうに作っていこうかなっていうふうに えー、思うわけですよねですがまあ普通の人って言いますかね、えー、皆様よく考えがちなのはじゃあモノクロの作品を撮っていこうとじゃあどういったものを撮ろうかそしてコンセプトはどうしようかそれが決まってからよし撮影に入ろうっていうねまあこれが基本的な物事のプロジェクトとか、まあ、特にね、えーまあ、会社とかで多くの人たちとプロジェクトをやるっていうのはこれ,、まあ、これは基本だと思うんですよね。動く前に 先にみんなで集まって倫理したり、えー、打ち合わせしたりとかプロジェクトを詰めていって取扱説明書を作ってその説明書通りにプロジェクトを進めていくと大規模プロジェクトになるともちろん多くの方が関わるのでねこれはまあ必然必要だと思うんですけども写真の場合っていうのは基本はソロプレイですよ。 まあいたとしても写真集を出す上での編集者、えー、プリンティングディレクターとか印刷所とかあとはアートディレクターとかね人が絡むのであればもちろんモデルさんとか、えーとまあ、ヘアメイクとかスタイリストとかそういったのはありますがまあ大きくくくっても全スタッフが20人ぐらいマックスっていう感じでで僕が言っているこのモノクロの撮影っていうのはあくまで写真作家の西田渡るがモノクロの作品をどういう風に 作っていけばいいけばのかある意味では僕がこれでいくって言えばそれでいくことになるわけですよね。ということは困りがめちゃくちゃきく中では、えー、とどういうコンセプトで何をどう撮ろうかということを考えるまでにまずは僕の場合の写真上達をというかいつもやる手法はまず撮ってみるということなんですよね。今までの、えー、とまず例えばです、ね、モノクロを撮影するという上では例えばなんですけどもこういったゲイズ。 の撮り方をまずやってみるんですよね。このゲイズ、写真集ゲイズの撮り方ですとか例えばこちらかなり似てるんですけどもカラー部シリーズね今カラー部関西というのを撮り終えたのでのビビットな色の世界と真逆をやってみようっていう自分の成長を図るためにもね今モノクロにチャレンジしようとしているんですけれどもでまあ、こういったカラー部シリーズねの撮り方っていうのはあくまでもこの中身にあるように 断片なわけですよ人を介在させずにその街の断片を切り抜くことによって切り取ることによって浮かび上がってくる都市像っていうところのコンセプトだったんですけどもじゃあこの「カラーオブ」シリーズが最初から今僕が言った「 え言語化ですよね物事を断片的に切り取るまとめることによって浮かび上がる都市相こんなのはこんなのは実はあれですけどもなんですよなんで最初からこのカラオケシーズンねビビッとな色にしようとは思ってません一番最初は20年前に行った、えー、香港が今20年後自分が写真の技術も上がって自分なりに上がってね、えー、今,今もしも当時20年前は 25年ぐらい前かな全然こう写真の技術もない中返還直後の香港に行った時のそのワクワク感そのワクワクのまんまひたすらシャッターを切りまくったあの衝動みたいなのを20年経った今自分が撮ったらどうなるんだろうっていう気持ちで撮影したのが「カラブ香港」だったんですよね。で全然もっと土臭いね色がない世界のブックをまとめていたんですけれどもバーッと見た時にいやなんかこれじゃないなと思ってであるタイミングでバッと色を振り切って見た時にね バッと色を振り切ってみた時にあーとこれかと僕が何かこう情熱とか勢いとかを感じていたのは目にはねもうちょっと土臭い香港の街なんですけれども人の勢いとか、えー、躍動感とかそういったものを色で表現しようっていうそこで後付けのように見つかってきたんですよね。なので僕も一応、えー、と軸としてはモノクロ写真っていうものを取り組んでみようとは思ってるんですがまずは先ほど言ったようにこういったカラーオフシリーズで僕が 見つけてきた目をつけてきた世界観をまずどんどん撮ってみてそれをただ単にまずはモノクロにしてみるとそれでその上で自分自身が何が、えー、過不足これはかっこいいなとかいやこれは何か足りないんだよなっていう何か足りないの何かの部分に動くことによってまず撮ってみることによって気づくと。なんでこれはまずは撮影してないでここのね作業場でずっとモノクロについて考えていたとしても結局は、えー、何も ほとんど変わんないですよねまずは0から1を生み出してみないと変わらないのでこれが今日のね一番のテーマであります走りながら考えるってこと走るっていうのはまずは撮ってみるしかも自分が今まで培ってきた皆様でもね何か得意な撮影手法とかあると思うんですよねそれをまずはバッと撮ってみると同じ方法でカラーオブシリーズの 撮り方のモノクロ版とということで撮ってみてみ色,色がないとこういうふうな、えー、同じふうに取ったとしても訴求インパクトがあるんだなないんだなってことにそこで走ることによって走るというのは取ることによって気付くっていうここがね結構重要な要素でまあ俗に言うまあ何でも大体啓蒙するときには行動力とか、えー、まずは行動しようって言われますよねまあこれが基本になるただ僕もそうだったんですけれどもやはりえっ、ー、と なんていうのかな受託撮影人から依頼されて撮影しているタイプだった時には一歩踏み出すっていう自分自主的に一歩踏み出して撮影するという行為が非常に苦手だったんですよねなぜならこう自分の撮影するっていうかフィーっていうあの生活するお金が人から依頼されることによって、えー、必要だったってことなのでなるべくその誰か不特定多数のために時間を空けとかなきゃいけないというマインドが非常に強かったのでまあどうしてもサラリーなどでね あの雇われているっていう形で働いているとか受注ね、えー、受託撮影で働いているっていう風になると今僕が言っているのは一歩踏み出す自分の時間を、えー、自分のためだけに使うってことがなかなかしづらいですよねこの辺が僕もねこのむしろ脱却する一歩踏み出す走りながら考えるっていう前に走り出す行為要は自分の 過処分時間の確保っていうのが非常にマインド的に難しかったっていうのもありますのでねこの辺も一つ、えー、自身のね自由に使えるほんと精神的に今日は自由に使うぞっていうね こういったマインドセットの方が意外と重要かなっていうのもちょっとね今話しながら思った次第ですね。ですが一番根本にあるのはねとにかく考えていても始まらないのでまずは自分が持っている武器でモノクロ撮影を望むんであればモノクロをねバン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 まずは撮ってみて、えっとまあ、4色カラーのデータが出てきますがそれをまずはねモノクロ化してその世界を見てみるとか今ですと例えばなんですが僕はこうやって例えばこうやって撮りますってなった時にもう JPEG で 設定してておいて最初からねもう出てくる絵を今はこうやってモノクロにしたりしておりますこんな感じでねなのでもうなるべく撮ったさなからモノクロで見る世界にして自分の脳を 現場現場撮影する場所場所であそうかと今は色色をちょっと意識してしまったけど当たり前だけど今モノクロだからこれは関係ないなとなので背景が暗ければ目立つ被写体、えー、気になる被写体がなるべく明るい被写体を選んでいく白いワンピースが起きている女性が何て言うのかな黒い壁で歩いてたらもう圧倒的にモノクロだとその白いワンピースの方 人がが盛り上がってきますよねもう絶対スポットライトが当たってるかのような浮かび上がり方をするのでこれはカラ,ーカラーのデータではない世界観なんですよね。この辺のマインドをやっぱ今言ったように一歩踏み出して走りながら要は撮影しながらでないと気づかないことは多々あるのでこういった形でね是非皆様を、まあ、まずは考えてしまうのはしょうがないと思うんですけれども。 まあ、モノクロの撮影をしよう、他は何でもいいです、人物の撮影しようと思ったら、まずはそのことをやってみるだけですね、もう単純に考えるのではなくて、まずは、えー、行動しようドゥイトドゥイトっていうね、えーまあ、よく言われているところに帰結はしますが、なかなか難しいと思うのでね、あとはもう一点ね、その自分の時間、可処分時間をね、本当に取れるようなマインドセットを持っていくっていうことも、合わせて重要かなと思っておりますので、参考になれば幸いです。というところで、今日もスも使いイのお過ごしください。西野